金山南ビル ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋 ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋は愛知県名古屋市中区金山城一丁目にあるアイハグ ANA ホテルズのフランチャイズホテルである。名古屋在界号設計とトヨタ自動車、工は清水建設などの共同出資で運営会社である株式会社グランコート名古屋が設立され、 金山南ビル春工号の1999年4月8日に開業した。同ビルの地下1階から地上7階、15階から30階を占める。名古屋鉄道が筆頭株主である全日本空輸との関係でアイハグ ANA ホテルズのフランチャイズホテルとして運営されている。246の客室のほか、大小10の宴会場や7つのレストランバー。 婚礼施設を備えている。また、同ビル内には、名古屋都市センターが所在している。2010年10月1日には、全日空ホテルズホテルグランコート名古屋から、現在の名称に変更した。一部の施設を除き電子マネーエリを利用できる。ありがとうございます。